黄金ウーロン茶。こんな贅沢なくないこれ。こんなネギ、玉ねぎが。まあ、1対2、肉が1に対して玉ねぎ2っていう一応記事を見たんですけど、ネットの。1対2はないね。それあくまで、吉野家の公式が言ってるわけじゃなくて、なんかそういうまとめサイトみたいなところで見たんですけど、比率的に11ぐらいかな。肉と、まあ、一応並盛りなんですけど、11、いや、玉ねぎのが若干多いぐらいかな。1対 1.5 ぐらいですかね。あ、でも結構多いな。あ、でも、あ、1対2ぐらいもしかしたらあるかもしんない。並盛りだから肉はあんま少なめだからね。うん。並盛りって、あの、ご飯と肉の比率的に肉少なめだから。これ延長するか。あれ、延長どこでやんだっけ、これ。これか。よいしょ。デザイン、違う、配信、これか。はい、皆さん、よかったら右下ナイス押してってくださいね、無料なんでね。じゃあ、まず味噌汁から。ちょっと光がね、なんかあれ、これ、この辺なら大丈夫か。しじみ汁を。あー、うめえ。しじみのこのさ、身ってさ、めんどくさいよね、食うの。ああ、なんかちっちゃい頃しじみ汁ってさあんま好きじゃなかったんですよ。大人になるとしじみ汁美味しいな。昔はアサリのが好きだった。まあ今もアサリ好きだけど、しじみ汁のうまさが分かんなかった昔。うん、ちょっと光の加減であんま見えにくいかな。うん、じゃあ行きますか。ちょっと光であんま見えにくいかもしんない。ネギダク牛丼。牛丼食べないのって、いや、普通味噌汁とサラダから行くでしょ、普通。ネギダク牛丼。おー、うまーい。この玉ねぎのシャキシャキしたこの感覚、そして吉野家のこの牛丼に合う甘じょっぱいタレがたくさん使った玉ねぎ、そんな玉ねぎがたくさんの牛丼。おお、うまい。まずは玉ねぎだけでいって、次に牛丼、牛肉も、そして玉ねぎ、そしてご飯。うん、口の中に広がる、いつもより多い美味しい玉ねぎの風味、食感、美味しい独自のグルメ風。独自じゃない、孤独のグルメか。孤独のグルメ風。うまい。並盛りでこんだけあるからね。うまっ。ああ、うめえ。ネギダク牛丼うめえな。ああ。贅沢やわ。こんな美味しい玉ねぎがこんなふんだんにあるなんて。マジ贅沢よこれ。野菜サラダとしじみ汁付きなんて。こんな贅沢ありますマジで皆さん。
こんな贅沢ありますか。こんな贅沢ある、マジで。あ、うめ。あ、うめー。紅生姜がなんかついてたからね。あれ、紅生姜これ少ないよね、こんだけじゃね。ちょっと光がちょっと紅生姜少なすぎるけど、紅生姜乗せよう。うまい。なんかね、吉野家の築地店ではこれが常にあったらしいよ、ねぎらす牛丼っていうのは。吉野家の全店舗でね、さっきも言ったんですけど、ネギダクネギダクダクっていうトッピングみたいなのがあったの。トッピングっていうか、なんていうの、うん、そういうなんか、つゆダク的なサービスはあったんですよ、無料でね。でも築地店以外の吉野家だと、ネギダクにした場合、その分肉が少なくなるんですよ。玉ねぎの比率を、玉ねぎと肉の比率を変えるだけなんですよ、ネギダクって。今までの全店、あの築地店以外の吉野家だと、うん、肉のを少なめにして、肉をちょっと少なくして玉ねぎを多めにするっていうのがネギダクだったの。でも、吉野家の築地店のみネギダクにした場合、肉の量はそのままで玉ねぎは多めになるっていう、そういうやつだったらしいんですけど。で、このネギダク牛丼、今日からね、全吉野家で販売されてるんですけど、これは肉の量はそのままで玉ねぎをただ多くするっていうね、最強なね、牛丼なんですよ。だから築地店で今まで販売されてたネギダク牛丼が、今日から、今日の午前11時からね、もう皆さんどこでも、全国吉野家全店舗で販売してるんで、うん、築地店でしか食えなかった牛丼が今日から全店舗で食えるようになった、吉野家の。うまっ。ちょっと熱い。あ、なんか吉野家ポケモリってのもあるらしいよね。ポケモンのなんか牛丼、ポケモンのモンスターボールのなんか器のやつで、あとピカチュウじゃない、なんかポケモンのなんかグッズがついてきた、あとのなんか果物ジュースみたいのついてくるやつ。カードが挿入されていません。あー、うめえ。皆さんぜひ吉野家行ってみてください。もう今日からね、今日の午前11時もう販売してますんで、吉野家全店舗、皆さん家のお家の近くの吉野家でも販売しております。吉野家全店舗で今日から販売しておりますネギダク牛丼、玉ねぎがめちゃめちゃ増量されたやつです。ステマなわけないでしょ。吉野家が俺にお金払って宣伝してくださいなんて言うわけないだろ。楽天情報も、いや、これは純粋におすすめやから、俺が。いや、ずっと思ってたんですよ、完食。玉ねぎもっと多い吉野家の牛丼だったらどんだけ美味しいかなとずっと思ってたの。